今回は NPO 法人四日市ウミガメ保存会が主催する伊勢湾エコデイキャンプ2023流木アート体験 in 吉崎海岸に参加したいと思います。NPO 法人四日市ウミガメ保存会は赤ウミガメの産卵地でもある美しい吉崎海岸の自然を守りながら清掃活動やボランティア活動を通じて人の輪を広げていくことを目的としている団体です。めちゃくちゃあります。もうキリがないぐらいちっちゃくなって見分けがつかない石なんかプラスチックなんかっていうのもあるんで、掘れば掘るほど出てきます。学校とかでの話とかあるんですけど、実際に来てみてやっぱ本当にあるんだなって実感しました。プラスチックゴミをあんまり出さないようにしたいなっていうのと、海に流れてっちゃうものがあるからそれを減らしたいなって思いました。プラスチック系ですかね、めっちゃ多いですね。ゴミゼロは難しいんで、もうできるだけ、マイクロプラスチックがない海になればいいなと思います。こういう活動を続けていってみんなに知ってもらえればと思いますけど、はい、できるだけ参加してゴミを減らしていきたいです。こういうのを見てまたこの思い出して飾ってあるあれだねって言って話してゴミを拾うようにしていきたいと思います。マイクロプラスチックに着眼点を置いているのはなぜですか？そもそもマイクロプラスチックというのが5ミリ以下のプラスチックを指すんですね。なかなか目につかないのでそこに目を向けてほしいという思いから今回は取り上げました。日頃使っているものがゴミとして流れ着いている海岸ではあるんですけど、ゴミ以外の使い道はないのかっていうところに考えるきっかけになってほしいなと思って活動しています。外来植物が広がっていくことによって今は砂浜である場所が陸地になっていくんですね。陸地になることで砂浜に生息するような昆虫であったりとか砂浜に依存するような生物たちがいなくなってしまうという可能性があるので外来植物の駆除も並行して行っています。実は環境省が実施する自然共生サイトというのを認定される予定になっています。自然豊かな場所であると環境省が認めてくれることになります。吉崎海岸が実は絶滅危惧種がたくさんあってそのような場所であるということをもっと公表していきたいなと思ってます。私が作ったのはこちらです。テーマは船です。マイクロプラスチックを飾りとして再利用させていただきました。この流木アート体験初めて参加したんですけれども、楽しみながらゴミを再利用するということを学べてとても勉強になるなと思いました。そして今日ゴミ拾いにも参加しましたが、マイクロプラスチックが本当に多かったです。プラスチックゴミを出さないことはもちろん、ゴミを再利用することの大切さも学べました。私も皆さんにゴミの再利用をもっともっと伝えていけるよう頑張っていきます。海と日本。チャンネル登録よろしくお願いします。